イエメン系ユダヤ人のスタイルのショファー。クルーズーの角が用いられている。ショファーを吹くイエメン系ユダヤ人ショファーは、ユダヤ教の宗教行事で用いられる、角でできた楽器。角でのきた楽器。角発射のあやよむきプルの際、シナゴーグでこの楽器が演奏される。この楽器は、西洋のクラシック音楽で用いられたこともあり、エドワード・エルガーのオラトリオ、シトたちでこの楽器のパートがあるが、 大抵、フリューゲルホルンで代用される。ポップミュージックにおいては、イスラエルのオリエンタルメタルバンドセーラムが、AL テイスターの詩編の中で用いた。トランペット奏者レスターボーイは、アートアンサンブルオブシカゴと共にショファーを演奏した。上位アーカンシュタットのアルバムベインでは、フィッシュの元ベーシストが、ショーファール奏者としてクレジットされていた。ミュージカルゴッドスペルでは、 1> 第一幕がデビッド・ハスケルによるショファーの演奏で始まり、プリペア・イザ・ウェイ・オブ・ザ・ロードの歌唱へのスタンバイがある。イスラエルの作曲家兼歌手のシュロモ・グラニックは、ショファーを演奏して幅広い層の音を出す。ありがとうございます。